なこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ倒していきたい。今回なんですけれども、テレビ告知、最新情報来たけど、これが驚きだ、みんな。さあ、すげてこう。今回来ました、最新情報。キュッチーで 5.5 周年アニバーサリー直前、最新アップデート情報よいしょーということで、何タラピーちょっとかわいいじゃん、なんかピャコみたいな感じでめっちゃいいね。 5.5 周年アニバーサリー直前の最新、まさか新調整キャラクター来る、そういう感じ。だって22日だもんね、23日更新だもんね、イベントでかどんなの来るの、お知らせ見ていきましょう。 5.5 周年アニバーサリー直前最新アップデート情報を22日月曜日夜8時から YouTube に行って行われるプレミア配信にて行われるそうです。おめでとうございます。まあいつも通りのね、プロデューサーレターみたいな感じになるのかな。まだとしたら超無線キャプターなんか登場するみたいな感じなのかな。ちょっとこれどんなになってんですか。近日に予定してるアップデート情報をご紹介します。ってことは23日のアップデートだよね、多分ね。10時59分で更新になるもんね。だそこでのアップデート情報かな。ぜひご覧ください。番組は6本予定しております。新キャラクターの発表はございません。ございません。終わった。超めすげえキャラクター、なんやねんかい、ないんかい、新キャラないんかい。これもう断言されちゃったから、これないよ。マジか、マジか、マジで超別ないの。いやまだね、決まったわけじゃないからね、これはね。まあ、挑戦キャラクターのアップデート情報とかね、来るんだとしたら、プロデューサーレターとかが来るんだとしてもね、まあ、3日前くらいじゃないとおかしいよっていう話だったんですよ。まあ、過去の傾向をもとにね。で、23日イベント更新だから、22日に情報は解禁されないとおかしいということで、22日の3日とか前になると、19日とかなんだよね。それが今日なんです。だから今日このね、なんかイベントでゾーン系ピックアップが来たんですよ。まあ、このアップデート情報、ないんかい。マジか。ってことは23日は普通のフェスゲンキャラクターかもね、これかもしれない説が濃厚になってきたぞ。で、新ガチャ来ました、ゾンケピックアップ。ルフィいるのが熱いけど、敵割合は0.185、 0.2% の超無線キャラクターより低いね。アルベル、クイーン、フーズ、フー、キング、マルコはフェスゲンキャラクターたちも出るんだ。これはいいね。まあということで、まあいいガチャは来てるんですけど、とりあえずこのね、イベントフルーノとかジャブラン更新になる23日は10時59分で終了になるっていうことなので、まあ、この10時59分から終了になって、多分イベント更新のためにね、準備してアップデートをして、そのアップデートされたのが夕方の5時とかに公開になると思うんですけど、夕方の5時から使えるようになる時のそのアップデート情報、まあ、これになるんじゃないかなと思ってますね。と考えると、22日残り3日後までに直線キャラクターとかが登場するようなね、プロデューサーレターみたいな感じの情報が公開なかった場合は、挑戦キャラクターは23日登場しません。はい、まあ、確実です。これは挑戦キャラクターは生放送とかプロデューサーレターがないと登場しないっていう傾向にあるの で、しかも今回のこのアップデート情報に関しては新キャラクターの発表ございませんっていう風に明記されちゃってるので、まあ、こうなってしまうともうほとんどないでしょう、確率的にね。まあ、こっからサプライズであるんじゃないかみたいな話もあると思いますけど、まあ、多分過去の傾向的に見てみてもないです、はい、こういうのは。なのでちょっと厳しいっすね、挑戦キャラクター。まあぶっちゃけたこと言うと、挑戦キャラクターはね、まだ来なくてもいいんじゃないかなと僕思ってた。だって8月10日11日の方が盛り上がるしね、ワンピースのすげー大きなイベントの中でダッシュ祭もやるわけだから、だからそこで挑戦キャラクター更新になった方が絶対ね、まあ利益はあると思うので、まあその時のためにね、取っておいてるんでしょう。ということで、最新情報でした。5.5 周年アニバーサリー直前最新アップデート情報、新フェスゲンキャラクター、新挑戦キャラクターなどなど、新キャラクターに関する情報は出ません。ただアップデートでどんなのが来るかだよね。もうこれはちょっとめちゃめちゃ楽しみだぞ。だって最近のアップデートだとさ、まあ、神アップデートが多いわけじゃん。例えば前回のアップデートとかだったらさ、新定時が公開になったりとかしたし、
あとね、なんかいろんな要素が追加されたりとかしてよね。こういうさ、特訓系のイベントパスとかね、こういうのも追加されたりとか、ラッシュパス、ここら辺も追加されたりとかしたイベントも行われました。そしてシーズンパスとバウンティーカラーの追加とか、ここら辺のね、新システムの要素が追加されたりとかしてるので、いや、なんかね、すげえ大きなアップデートになると思うから、これは期待できるぞ、みんな。まあ新キャラクターとか来ないとなったらね、逆にね、それ以外の方法でバウンティーラッシュ盛り上げてくると思うんで、ちょっとこれは楽しみにしておこう、みんな。ということで、最新情報、新キャラクターの情報はありませんという、挑戦キャラクターはないんじゃないかという話になってまいりました。さあ、気になってまいりますのはこちらですね。増加のピックアップガチャ。まあ個人的にはこのガチャ引かなくてもいいのかなと思いますけど、ダイヤに余裕があるよ。3000個、4000個ありますよ、とかっていう人は、まあ1周分、なんだったらかけらの150個分までは使ってもいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、かけらが手に入るし、ゾン系のピックアップでね、ゾン系ってめちゃくちゃ重要なキャラクターが多いです。で、さらにゾン系のキャラクターっていうのは、フェスゲンキャラクターがすごく多くてですね、まあパーティーとか見てもらえば分かるんですけど、これ青属性のね、僕が使ってるメインパーティーなんですが、まあ、フェスゲンキャラクターでゾン系のキャラクターかなり多いんですよ。例えばこの戦国とかフェスゲンキャラクターで、このね、チョッパーのモンチョパもフェスゲンキャラクター、この2体がないとね、青属性のフェスゾン系のパーティーっていうのは作りにくいんですよね。こんな感じで見てもらった通り、右側のゾーン系のキャラクターっていうのはほとんどいないでしょ。ウリティとかペルとかもフェスゲンキャラクターですよ。ほらね、こんな感じでほとんどフェスゲンキャラクターなんだよね。と考えた時に、まあ、フェスゲンキャラクターがここで当たる可能性がある、このゾーン系ピックアップガチャっていうのは結構重要だっていうことがみんな分かってもらえると思います。なので、まあダイヤに余裕があるよっていう人に関しては、もうこのガチャ引いてね、ちょっとゲットしちゃっていくのがいいんじゃないですか。っていうか、ルビーがさ、ゾーン系で記載されてるってなんかエモいね。なんかエモいね。4個になった感があってね。さあ、今回当てて行きたいですよ。一回だけ引いていきましょうか。よろしくお願いします。さあ、当たれ当たれ当たれ。いや、マジか。新キャラクターの情報ないんか。なんかこれはこれでちょっとな、なんかどうなのみたいな話もあるけど、まあまだね、今日は終わったわけじゃないんで、この後もしかしたらね、新キャラクターの情報とか伏線とか、なんかそういうのがあるんじゃないかなとも僕は睨んでます。なので、もしかしたら今後ね、来るかもしれないから、ちょっとね、続報待っておこうかなって感じがしますね。いや、でも3日後だね、このなんかアップデートが来るよみたいな、なんかこのワクワク感久しぶりじゃない、みんな。バウンティーラッシュのあの全盛期の勢いがちょっと戻ってきた感あるよね。いやー、ちょっと、え、誰誰、佐々木、佐々木来た。フェスゲン、フェスゲン、なんか脱世手拍子、気の抜けるテンポ感の応援だよね。いや、マジでさ、アップデート何来るんだろうね。なんだったらさ、なんか工場キャラクターとかまだ今使えないじゃん、環境の中で。だから前回来たチャレンジバトル、神チャレンジだったんだけど、フェスゲンキャラクターまでしかいないっていうね、最強のなんかイベントが来たわけなんですけど、まあそんな感じでフェスゲンキャラクターのなんか限定リーグとかさ、なんかそういうのあったらいいんじゃないかなと思うんだよね。だ、どうなるかな、新しいさ、リーグバトルが増えたりとか、あと他に何かな、なんか細かいところで言うと、交換所のさ、なんか交換しているやつとかピックアップできるようにさ、保存機能とか、なんかタグをつけておける機能とかさ、なんかそういうのあったらさ、このキャラクターにタグをつけておいて、このキャラクター交換すればいいんだなみたいな。ああ、高っ、アルベルとか誰、いや、ガチか。いや、なんだろうね、と見せかけてのサプライズ新キャラとか、なんかそういうのもあるのかな。いやどうなのかな。とりあえずめっちゃ楽しみだね、みんな。3日後23日いや22日か。いや、ちょっとこれワクワクだよ、ほんとに。夜8時のプレミア配信、みんなで一緒に見ようぜ。なんか見たいとかできんのかな、これ YouTube とかでさ。だって生放送とかのね、切り抜きとかね、そういうのはなんか確かダメだったはずなんだけど、 YouTube の動画だったらね、全然いいんじゃないかなと思ってるんですけど、いや、いけんのかなこれ。いや、ちょっと楽しみだね。来るよ、保証キャラクター当たるんじゃない。来ました、アタッカー、頼む、ルッチーガン、モンチョパー、よければやねんかい。さあ、行こうか。まずはね、ブルーノの方で出て行って、で、裏からね、ゾーン系のエケットルフィがいるんで、だそれにかけていこうかな。ここナイスー、うまい、完璧な剣粉ショック。さあ、助けてくれ、さあ、助けてくれ、ルセラ、助けて。俺の努力が
水の泡、ごめん逃げちゃおう、これ一回逃げようぜ、こっち行こうぜ、裏取っちゃおうぜ、やばい、ジャブラとこ来ちゃった、無理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 もうこうなったらルビー出ていくしかないね。いやマジか、誰か出て欲しかったな、さっきのルスラ頑張って欲しかったないやまあまあまあ、こっからでしょ、こっからでしょ、行こうぜ行こうぜ、めーん、これもう一気に裏行っちゃおうぜ。いやー、ほい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 、造形最強ルビー誕生だぜ、ジャブラか、無理だね、これまた一発撃たれんな、どうするこれ、どうする、もう一回飛んでっか、飛んでっか、飛んでっか、無理だね、無理だね、無理だね、飛んできます、無理、もう何よあの人たち、本当に無理なんですけど、これ取ってた、ゾロくん無理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 、待って、ワンちゃんいける、おらー逃げれ、なんとかいけ、なもう一回ブルードで行こうぜ、これなんとかちょっと形勢逆転して頑張って戦っていこう、 D に行けばワンチャンあり得ると思うんだよね、ブルーノを、でブルーノ行ってこう握ってみて、オッケーオッケーオッケー、いけるいける、ジャブラ来んな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 、じゃオートガイ引いれる、オートガイ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 、入んない、やばい、逃げろ、一回逃げろ、逃げてくれおいおいおい、俺旗取っては死んで、旗取っては死んでの繰り返しじゃねえかどうぞこれ一発出てくる、オッケー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 、しっかり握っていく、いいよ全然大丈夫よ、でこれ握ったらいい旗飛ぶよ、はいバビーンと、ギョギョギョ取っていく、さああとどれが裏か来るんだ、ジャブラね、オッケーいけるいける、この勝負いけるぞ、相手アタッカー多いと、やばい死ぬ、危ない、あこれ取りたい取りたい取りたい、無理かバビーンどうぞこれ握るしかない、あ無理、ナイスありがとう、3時間ナイス、いいよいいよ、ゲッターぜ、いいよ、めっちゃ高っ、結局勝ってるよ、結局勝っちゃってる、結局勝っちゃってる、あとこれ裏に飛んでいければ勝ちだから、ちょっと様子を見て、俺がしっかりと溜めて、これ溜めて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 、無理だな、あれ無理だな無理だな、無理か、いったー